ロシアに対する挑発東方拡大に向けて前進する欧州諸国はロシアを標的にしており西欧列強はその軍事力の矛先をロシアに向けている19世紀初頭ナポレオンは石炭鉄鉱石石油天然ガス金など潤沢な資源を目的としたロシア遠征中 多くの欧州諸国を侵略した。第二次世界大戦ではヒトラーが同様に大軍でロシアに侵攻した現在ナポレオンとヒトラーのロシア遠征の足跡をたどるのは NATO である NATO はソ連崩壊後に空虚化したロシアを搾取しようとしているのだ 西欧列強はソ連率いる東欧ブロックを打破冷戦の勝利を宣言しソ連の敗北と崩壊を歴史的業績と見なしたロシア近傍の旧社会主義諸国の大半を加盟させた後、ロシア完全包囲を目的として中央アジア国海バルト海沿岸の旧ソ連諸国を獲得することにも躍起になっている。 全方面からロシア包囲網を構築しようとするこの動きを、ロシアは危険な挑発行為とみなしている。それは確かな真実だ。ユーゴスラビアの内部崩壊と解体によって、NATO は対ロ包囲網というパズルのかけたピースを手にした。しかし、古代及び近代の歴史が、ロシアは簡単に包囲、解体、 打倒できる国ではないことを証明しているロシアは1万6千発の核弾頭という世界一の核兵器保有量を有しているロシアが独自で保有するサイロ潜水艦戦略爆撃機からこれら核兵器を発射することが可能だ ICBM 戦略爆撃機 原子力潜水艦という戦略核を三本柱を持つためロシア軍に欠如する訓練可動性ロジスティック面も保管できる世界平和への強い関心を進展させるべく二つの世界大戦とは異なり人類の崩壊と絶滅の危険性をも内包する新たな政策を容認しないよう呼びかける。 ロシアへの挑発及び同国を包囲しようとする試みは無意味な全面核戦争勃発の危険性を生み出す米国が捏造された情報を、稚拙な分析、禁止的で利己的な見解に基づく政策決定を頻繁に行っている事実を考慮すればこの脅威が実質的であることが理解できよう 西側諸国がコソボ独立を強力に支援した時アブハジアと南オセチアの独立要請といった波及効果を予測していたであろうか CIA の機源取りをする全世界の諜報員からもたらされた未確認または捏造された情報の分析に基づき米国がイラク海戦に踏み切ったことは認識されているだろうか ソ連崩壊および冷戦終焉後も NATO が存続し拡大を続ける動機はただ一つロシアと残る世界を支配することだその他の諸国と同様に米国は自衛権を有している米国の広大な領土を囲むのは東に大西洋西に太平洋北に北極海南に 米国安保の脅威とはなり得ない脆弱国これらすべての要素が相まって米国は旧大陸の紛争や政治的野心から逃れた移民や難民にとっての絶好の避難場所となった米国は普遍的な強国であり世界各国の人々がその形成と繁栄に貢献してきた この伝統の見返りとして同国は国連及び安全保障理事会の権威役にふさわしいだろうしかし世界中で勃発する紛争のすべてに関与し続ける米国の姿勢は世界平和安全安定にとって大きな脅威となる米国は1823年にジェームズ・モンロー大統領が採択した 米国はヨーロッパ大陸に干渉せずヨーロッパはアメリカ大陸の独立国家の政治に干渉しないとする文ー主義に立ち戻る必要がある世界中に内戦不干渉を波及させるため本宣言を伝播させなければならない欧州は独立した政治経済 軍事的な地域統合体を構築し国際政治の新たな舵取りとなる資格を有しているしかし歴史ある新興国ロシアには自己防衛ができるような政治的経済的軍事的発展を意のままにさせるべきである EU は地理的に離れた米国と連携しなければロシアと 米国の間の戦略的な緩衝材となることができる。